畑のキャビアなどとも呼ばれるように、プチプチとしたいかにも魚の卵に感じられる歯触りが絶妙な食材、秋田県大館市の名産物大館とんぶり。新物の出る10月になると県内外の多くのファンから注文が来るほどの人気があります。とんぶりは一年草であるホウキギ、ホウキグサの成熟果実を原料とし、それを加熱加工したものです。とんぶりは加工が難しいことなどから国内他地域での生産が普及しない中、秋田県大館市において大館とんぶりの栽培生産が継続して行われ、秋田の特産品として広く知られるようになりました。ホウキギの栽培は収穫時期に合わせ4月から5月頃に破種、5月から6月頃に移植を行います。成熟した実はコンバインなどで収穫し、1週間ほど天日または乾燥機を利用し乾燥します。乾燥した実を釜で十分に煮て24時間油温で処理しふやかします。その後実をもみ、果皮、外皮を取り除き脱水することで大館とんぶりが出来上がります。ホウキギの栽培は風が強い土地だと風に実を落とされてしまい、効率よく実を収穫することができません。大館市比内地区は山に囲まれ風が少ないため、実を得るための条件に恵まれています。またとんぶり加工に必要な豊富な湧き水に恵まれているなど、自然条件の面でも大館とんぶりの生産に適しています。現在国内で商品としてのとんぶりを継続して生産出荷している産地は大館市のみと言われています。